ブルブル人の駒澤です。本日もオンラインストアに掲載される商品をご紹介いたします。お問い合わせとご購入はベルベル人のウェブストアにお願いいたします。これからご紹介する商品は10月の11日夜21日に掲載される商品です。詳しくは概要欄に書いておきます。ご確認ください。 T シャツから本日もご紹介いたします。アーテックスボディのサイズがラージですね。 100% コットンです。エンジボディで、テキサスの A&M 大学のフットボール T シャツですね。で、袖やバッグにはプリントが入らない、比較的フットボール T シャツの中でも、着やすいデザインなのかなと思います。チームもそこまで出てなくて、L 表記で自分がゆったり着用できそうなサイズ感です。袖は七分丈ですね。お値段が、6800円と消費税です。続きまして、ピースの T シャツです。タグがジャージースのサイズが XL、 100% コットンですね。白ボディで、フロントに、ピースマークが大きく描かれています。で、いいのがバックにもプリントが入ってますね。で、袖にも、プリントがワンポイントで入ります。フロント、袖、バック、3面豪華にプリントが入っている T シャツになります。ジャージースボディの XL 表記で自分が、こちらもゆったり着用できそうなサイズ感です。いいサイズですね。お値段が6800円と消費税です。続いて骨 T ですね。デルタタグのサイズが XL です。こちらも 100% コットンですね。黒ボディで、フロントに骨がプリントされています。全体的に入っているというよりはフロントのみのパターンですね。で、袖と裾は、シングルで縫われております。バックは無地ですね。自分が合わせて XL サイズで、デルタ結構身幅あります。自分がゆったり肩落として着用できそうですね。オールオーバーでプリントされているタイプよりも着やすいかなと思います。お値段が7800円と消費税です。続いてディズニーから、タワーオブテラーですね。ディズニーのスタータグがつきます。年代が古いものではないんですけれども、サイズもいいですね。ラージ表記です。で、黒ボディでシンプルですがいいグラフィックなのかなと思います。タワーオブテラーの落ちていくプリントですね。白黒のプリントで、結構いいかなと思います。僕は個人的に大好きです。バックは無地ですね。ちょっとポップなデザインで、サイズもゆったりめに着用できそうです。身幅もしっかりあります。お値段が、お安めです。7800円と消費税です。続きましてステューシーの T シャツです。黒タグ 80s サイズがラージです。白ボディで、フロントにワンポイントでステューシーと、ステューシーのフォントと、この有名なフォトがバックに入ります。結構、このフォトのプリントいろんな年代で作られてますが、黒タグの古い年代のものですね。サイズ L 表記で自分こちらもゆったり着用できそうです。 80s ボディですが、ステューシー結構肉厚なヘビーウェイトで着やすいかなと思います。お値段が2万5800円と消費税です。続きましてアメリカの、ドラマの T シャツですね。ソプラノーズです。こちらオフィシャルのタグの後ろにボディはヘインズの、ヘビーウェイトですね。サイズがラージ。で、黒ボディで、この登場人物のマフィアたちがプリントされてます。結構インパクトあってかっこいいですね。で、コピーライトが2000年で入ります。99年から始まったアメリカのドラマですね。バックは無地です。結構海外でも人気なドラマらしくて、自分ちょっと見たことないんですけど結構面白いらしいです。サイズもラージで自分がゆったり着用できるサイズ感です。お値段が2万5800円と消費税です。続いてフォトティーですね。こちらもヘインズのボディでビーフィーです。サイズが XL で、白ボディで、サンフランシスコ、ゴールデンゲートブリッジがバックにあって、それを背景に、男性のヌードのフォトが入ってますね。これもなんか有名な、フォトグラファーっぽいような、フォト、いいフォトだと思います。バックは無地ですね。で、コピーライト1991年で入ります。で、黒とオレンジっていうのがいいですよね。このゴールデンゲートブリッジがオレンジで結構映えてるかなと思います。サイズもゆったりダボッと着用できます。ビーフィーで結構生地感もいいですね。お値段19800円と消費税です。続
続きましてロック T シャツですね。ローリングストーンズです。ボディがブロッカムボディで、サイズが XA ですね。ブロッカムの黒タグです。でローリングストーンズの94、95年のツアーの時のものになります。ボディの色はネイビーボディですね。でバックにも、結構これも人気かなと思います。この豪華に入るこのツアーの、プリントいいですね。でメンバーのフォトが入るパターンっていうのもいいかなと思います。自分がサイズ合わせて結構ゆったり着用できます。これも需要かなり多そうなサイズですね。ブロッカムボディです。お値段が 15,800円と消費税です。続きましてグレートフルデッドですね。ステッドマンボディのサイズ表記が、L ですね。で白ボディで、グレートフルデッドのプリントがされております。いいグラフィックかなと思います。このスカルの中に宇宙があって地球がプリントされてて、色使いも綺麗ですね。でバックは無地になっております。白ボディではあるんですけれども、ちょっときなりがかったような雰囲気出てるような、ボディの色味になってます。でところどころ、こういうところにちょっとピンホールがあったりっていうような使用感自体は結構ある T シャツになるのかなと思います。ステッドマンボディのサイズ L で、自分が気持ちゆったり着用できるくらいのサイズです。お値段が 12,800円と消費税です。続いてグレートフルデッドもう一着ご紹介いたします。こちらもヘインズでサイズ表記が L ですね。 100% コットンのボディになります。 80s ですね。でフロントに結構大判でグレートフルデッドのプリントがされてます。結構インパクトあっていいですね。で首元、リブの付け根ですね、結構ポツポツとダメージがきてて、この辺もグレートフルデッドの T シャツ、プリントと相性はかなりいいかなと思います。で87年のツアーですね。グレートフルデッド、80s ボディもなかなかいい味出てるかなと思います。バックも入るの嬉しいですね。サイズも L で、自分が気持ちゆったり着用できるくらいのサイズ感です。お値段が 19,800円と消費税です。続きまして、映画 T シャツですね。フォレストガンプです。フルーツオブザルームのサイズ表記が L で、白ボディで、胸元にワンポイントで最初のシーンですかね、トムハンクスが座ってる、シルエットフォレストガンプ入ります。で後ろに、最初の名言ですね、がプリントされてます。いいセリフかなと思います。で白に青のプリントっていうのも、いいですね。おしゃれカラーです。サイズラージで結構着丈長めですが、自分ゆったり着用できます。で1点ですね、フロントの部分、穴が開いてた部分を、結構つまんでて、こういう感じの、個体になってます。コンディションとしてはここにリペアがあるっていうような感じですが、気にならない方は、お値段も、多少、下がっておりますので、この際おすすめです。 25,800円と消費税です。続きましてロングスリーブシャツ、シャンブレーシャツですね。1点ご紹介いたします。シアーズです。ブランドがシアーズで、サイズ表記は、もうちょっと見えなくなっちゃってますね。で、襟ダブルで前立てもダブルで縫われてます。 40s 頃の、シャンブレーシャツですね。で全体的に、シミ汚れだったりがあって、このよれてクタクタになってる、かなりいい雰囲気のシャツになるのかなと思います。で形なんですけれども、このシアーズのヴィンテージですが、このマチがつかない、着丈は長すぎないタイプですね。シルエットはかなり綺麗かなと思います。で、バック、まだステンシルが結構バキバキで残ってるというようなコンディションですね。で肩の部分、黄緑のペンキ汚れだったり、白のブリーチですかね、が飛んでるっていうようなコンディションになっております。雰囲気としてはかなり極上に近いのかなと思います。で肩もトリプルで縫われてて、もうヴィンテージの見栄えはかなりいいディティールですね。でシアーズ、サイズ表記あったとしたら、ミディアムくらいですかね。自分が気持ちゆったり着用できそうなサイズ感です。ただ先ほど言った通り、着丈長すぎないので、シルエットとしてはかなりいいかなと思います。僕くらいの体型の方おすすめの、シルエットです。お値段が 15,800円と消費税です。続きましてヴィンテージのスウェット、ご紹介いたします。こちらタグも残ってますね。サイズ表記がミディアムです。で白ボディでバインダーネックセットインスリーブで、緑のシミコインプリントが3段で入ります。このアーチのバランスかなりいいですね。僕好きです。で後ろは無地ですね。で白ボディですが、汚れも全然目立たないです。結構コンディションは綺麗な個体かなと思います。
チームもそこまで出てなくてサイズ表記ミディアムですが、自分だと、ジャストサイズくらいで、着用はできそうですね。プリントかなりいいと思います。女性の方にもかなりおすすめできるヴィンテージ、スウェットですね。お値段が 12,800 円と消費税です。続きまして、ブラックのスウェットです。こちらもヴィンテージですね。タグは欠損してしまっておりますが、 100% コットンの個体で、こちらはラグランスリーブですね。60年代頃の個体かなと思います。で、黒ボディの完全に無地のパターンです。着やすさは間違いないかなと思います。ネックの部分も、結構開いているので、中にちょっとよれている T シャツとか挟んであげると見栄えはかなり雰囲気出るのかなと思います。着丈もそこまで短すぎず、自分は全然着用できそうなサイズ感ですね。実寸でラージくらいあるかなと思います。お値段が 15,800円と消費税です。続いてリバースイブをご紹介いたします。赤ボディで80年代でサイズがミディアムですね。切られてしまってますがケアタグのつく年代です。で、裏地をまだふかふかしててコンディションはかなり綺麗な方かなと思います。で、こちらいいのが、珍しいですね。リバースイーブ、Cマークつくことが多いと思うんですけれども、こちら刺繍でスクリプトロゴが入っております。で、コンディションなんですけれども、うっすらですねペンキ飛びのようなものが袖の裏の方にありますが、まあ、この辺はそこまで気になる、箇所ではないのかなと思います。で、スクリプトロゴの刺繍のところですね、ちょっと、ほつれがうっすらあるんですが、これももう全然、大丈夫そうですね。サイズミディアムですが、自分ゆったり着用できそうなミディアムですね。いいサイズ感で着用できると思います。赤ボディおすすめです。お値段がお安めですね、9800円と消費税です。続いてもリバースイーブです。90年代のサイズがラージで、グレーボディでマサチューセッツ、3段でラバープリントが入ります。このプリントバランスもいいですね。で、袖に C マーク、しっかり残ってますし、リブ、伸びきってないです。こちらもまだまだ着用いただけるコンディションですね。バックにはプリントは入らないです。サイズが、ラージ表記で、自分がこちらゆったり着用できそうなサイズ感です。コンディションもサイズもいいですね。お値段が 12,800 円と消費税です。続きましてもリバース、90年代のこちらは XL ですね。アメリカ製の個体です。グレーボディで、胸元にワンポイントで、ラバープリントが2段で入ります。バックも無地のパターンですね。かなりシンプルなデザインです。こういうのがお好きな方も、いらっしゃるかなと思います。プリント大きくなくてかなり着やすいデザインかなと思います。でボディ自体もまだまだ肉厚ですね。コンディションは問題なさそうです。 XL 僕はダボッと着用できるサイズです。お値段が 12,800 円と消費税です。続いてこちら結構インパクトあるプリントです。 2XL ですね。90年代で、グレーボディでイエローのラバープリントが入ります。で、囲みが、円字ですかね。これもかなりインパクトあるプリントですね。で、バックは無地になっております。バスケットボールのスウェットで、こちらプリントも3段で入ってますね。結構サイズも 2XL で大きめで、若い、方とかにも結構需要多いんじゃないかなと思います。今の季節とかだとショーツに合わせても、かっこいいかなと思います。 12,800 円と消費税です。続きまして、サイズ XL ですね。90年代です。で、グレーボディで白のラバープリントで、囲みがネイビーですね。3段でプリントが入ります。真ん中に V って一文字で入るのもなんかいいですね。で、後ろは無地になっております。サイズもゆったり着用できて、これも良さそうですね。コンディションも問題なさそうです。自分がゆったり着用できるいいサイズ感です。お値段が 15,800 円と消費税です。続きまして、リブラインですね。サイズ表記がラージ表記です。アメリカ製の個体で、エンジボディで、ペンステートラバープリントで、リブラインが入ります。首元と袖口ですね。裾には、ラインが入らないパターンです。裾はそのままエンジですね。プリントも全然ひび割れまだ着てなくて、まだまだ着用いただけるコンディションかなと思います。ボディ自体もまだまだ肉厚です。サイズ表記もラージで、自分がゆったり着用できるサイズになっております。いいサイズですね。エンジボディのペンステートです。お値段が 15,800 円と消費税です。
続きましてパーカーをご紹介いたします。80年代のサイズが XL ですね。でミシガンラバープリントで1段入ります。でフードの、入り口の部分ですね、ポツポツとダメージが来てます。このダメージ結構いいですね、イケてるダメージかなと思います。でフーディーで後ろは無地ですね。コンディションその他は、問題ないかなと思います。リブも伸びきってないですし、着用自体はまだまだしていけるかなと思います。シンプルですがやっぱり需要の多いところかなと思います。ミシガンのプリント1段です。自分がゆったり着用できます。お値段が 17,800円と消費税です。で続きまして、スペシャルのリバーシブですね。90年代のサイズが XL、 もちろんアメリカ製ですね。 USAFA のリフレクターのプリントになっております。もうかなりお探しの方多いかなと思います。でもうサイズも XL ですね。でバックには、しっかり、リフレクターのプリントもバックにも入っておりますね。で続きまして、コンディションなんですけれども、まず袖口ですね。リブ、多少の伸びはあるかなと思うんですけれども、全然許容範囲ですね、伸びきってないです。で逆側もですね、 C マークも全然取れそうにもなってないですし、後ろにも、目立つような汚れやダメージはもう一切ないかなと思います。コンディションは結構綺麗ですね。ボディもまだまだ肉厚な個体です。90年代の USAFA です。もう探しの方多いと思います。サイズも XL でもう言うことないですね、スペシャルです。お探しだった方はお早めにお願いいたします。お値段が128,000円と消費税です。続いてカハとダックベストをご紹介いたします。タグがこちらにつきますね。でサイズ表記がラージレギュラーです。で色味がブラウンですね。ブラウンなんですけど、こちらの個体かなり、日焼けしておりますね。ダック結構日焼けかっこよくなるんですけど、これの雰囲気はもうかなり別格かなと思います。僕これ大好きですね。遊歩道から持ってきたんですけど、今遊歩道に出てたダックベストの中で僕はこの色味が一番好きでした。サイズ、ラージで、これもかなり需要多いサイズかなと思います。僕くらいの、体格の方とパーカーのウェカーでも全然着用できますね。僕の先輩とかこのリブ、切って、ワッペンとか貼ったりとかして、ご自身でカスタムとかしてたので、もし興味ある方そういう風にやってもかっこいいかなと思います。こちらお値段が7800円と消費税です。続きましてパタゴニアのスナップティーですね。こちらシンチラのタグでサイズ表記がミディアムですね。でネイビーの色味で、この胸で切り返しになってて、下に入る柄も冬らしくてかなりいいかなと思います。全体的に寒色が使われていて、色味は落ち着いてていいですね。でパイピングもボディの色と一緒でネイビーが使われていて、着やすさはかなりあるかなと思います。でフリースの状態もまだふかふかしてて、着用かなりできそうですね。サイズも自分が気持ちゆったり、結構ゆったりできそうですね。いいサイズ感だと思います。お値段が7800円と消費税です。続きましてノースペースのダウンですね。サイズ表記がこちら XL です。でブラックとブルーの切り返しになってて、フロントがジッパーのタイプですね。でサイドにポケットも当然ついていて、あったかそうですね。でブルーの色味も、人気なところかなと思います。で後ろの部分ですね、若干この辺、黒っぽくシミがうっすらですがありますね。着用しててそんなに目立つほど、なシミではないです。気にならないかなと思います。でサイズも自分が大きめに着用できそうでいいですね。細めのパンツとかと合わせてあげたり、ディッキーズとか下に履いてあげてもいいです。ヌフシが、このノースのダウンの形意外と何でも合うかなと思います。お値段が 15,800円と消費税です。続いてアディダスのプルオーバーですね。こちらサイズ表記が、ラージです。で白と、オレン、すいません、水色のナイロン地と黒の切り返しですね。でオレンジでフロントにアディダスが斜めで入って、でこちら、バックにトレフォイルが斜めで入ります。斜めに入るのいいですね。オレンジの色味も綺麗かなと思います。で全体的にスウェット地が使われていて、着やすさも抜群にいいかなと思います。
自分がゆったり着用できそうなサイズですね。身幅もしっかりあります。トラックジャケットとかあとシャープな作りだと思うんですけど、この肩を落として着用できるこのアディダスのタイププロオーバーですけど、これもかなりいいかなと思います。お値段が7800円と消費税です。続きましてスタジャンですね。こちらウィルソンのタグでサイズ表記が46ですね。で、この、色味に、リブが赤と白ですね。状態はかなりピンピンかなと思います。で、胸元にワッペンがついていて、後ろにもかなり大きく、ワッペンがついてますね。かなりインパクトあるかなと思います。ここまで大きくワッペン、貼ってあるのもなかなかないかなと思います。でサイズも46あるので、結構肩落として着用できると思うんですけど、スタジャン着丈そこまで長くないので46とかでも、着丈長すぎないでいいサイズ感で僕着用できます。お値段がですねこちらは、15,800 円と消費税です。続いてもスタジャンをご紹介いたします。古いタイプですね。サイズ表記がラージです。で黒ボディで、リブがオレンジと黒で、この色使いで、後ろに貼ってあるワッペンはプリンストンですね。もういい色味間違いないですね。黒とオレンジの色味です。このフェルトの感じ、このアーチのバランスとかもいいかなと思います。でラグランの仕様になってて、レザーは使われてないですね。黒のウールとウールです。かなり着やすいデザインかなと思います。バッグもかっこいいですね。自分がゆったり着用できるサイズ感です。お値段が 15,800 円と消費税です。続きまして LL ビーンの、ウールのジャケットです。サイズ表記が XL ですね。でフロン、表向きが、赤と黒のチェックの仕様になっていて、この裏地がボアになってますね。なので外身がウールですが、そのチクチクはしたりしないかなと思います。で袖はキルティングの仕様になってて、ディティールはいいかなと思います。で後ろも同様の柄が入りますね。ポケットもしっかりついてて機能性も高いかなと思います。裏地が黒っていうのが、ジッパー開けて着用してるとき結構かっこいいポイントの一つかなと思います。サイズ XL で自分には大きいですが、サイズ合う方、これデザインかっこいいかなと思います。お値段が7800円と消費税です。続きまして MA1 ですね。こちらアルファ社製のものになります。ジッパーも、アルファのジッパーが使われていますね。でタグがこちらにつきます。サイズが XL ですね。でボディが、このカーキ、オリーブというよりかは、ちょっと深い色味ですね。色味結構かっこいいかなと思います。暗い色で着やすい色かなと思います。サイズも XL で、大きめにダボッと着用してかっこいいかなと思います。 MA1 も何にでも合いますし、冬場もあったかくて、いいかなと思います。お値段が7800円と消費税です。で続きましてラルフローレンのコートですね。こちらにタグがついて、これイタリア製ですね。いいコートかなと思います。でタグ、内タグがポケットの中についてて、サイズが、44のレギュラーですね。44です。でコットンの白になってて、裏地はこういう感じで、チェックの柄になっております。で外身が、色味がオリーブですね。かなり渋い色味かなと思います。で襟も大きすぎずかっこいいですね。ベルトもまだ残ってます。で裏も、こういう感じで、結構シミだったり汚れとかができても、雰囲気として結構いい感じに馴染んでくれるボディの色味かなと思います。まだまだ着用できそうですね。自分にはちょっと大きいんですけれども、こちらも背の高い男性とかが羽織ってあげるとかなりかっこいいかなと思います。お値段がですね 19,800 円と消費税です。続きまして M65 の、パンツのこちらまだ水通ってないコンディションのデッドストックの個体ですね。でサイズが、こちらスモールレギュラーですね。でまだこの印字もしっかり読める、でもコンディションは抜群です。もうボディも、バキバキのコンディションですね。コンディションはもう本当に言うことないかなと思います。日焼けだったり目立つような汚れやダメージももちろんないです。いいコンディションですね。
でこちら、実寸なんですけども、ウエスト32インチのレングスが30インチです。自分だとこういう股上が深い30インチ結構大きいんですけれども、裾も絞れますし、ちょっと長くても履けるかなと思います。で、ね、身長170以上ある男性の方でしたらもう全然余裕で履けると思います。いいサイズです。お値段が 15,800 円と消費税です。続きましてディッキーズの、パンツですね。こちらもまだ水が通ってないコンディションかなと思います。でタグもインチしっかり読み取れますね。で、メイドイン USA の表記もしっかりあってサブ632表記です。でアメリカ製の個体ではありますが、ベルトループのセンターループは、細くはなってないですね。普通のサイズです。で色味が、緑ですね。これも着やすいカラーリングかなと思います。でジッパーは YKK のジップ使われています。でまだ水取ってないので実寸変わらず3632ですね。自分には大きいですが、これもサイズ太履きしてもいいですしレングス切っちゃってもいいかなと思います。デッドストックでお値段が9800円と消費税です。続いてこちらはエンジですね。3032表記になっております。こちらもアメリカ製の個体ですね。でエンジボディでこちらはベルトループが細い仕様になっております。でまだ水が通ってない同じくデッドストックですね。細身の男性いいんじゃないですかね。ウエストが30インチでレングスが32インチです。リッキーズのエンジも、黒い T シャツだったり結構何にでも合います。お値段が9800円と消費税です。続きましてリーバイスの501のアメリカ製ですね。501の、パッチも残ってます。ちょっと見えづらいですが3432表記ですね。アメリカ製の赤タブもしっかり残ってて、微妙にまだ毛羽立っているようなコンディションです。マッコンっていうほど色が濃いわけではないんですけどもまだまだ履いていけるかなと思います。レングスもオリジナルで目立つようなダメージはないですね。でこちら実寸がウエスト33インチのレングスが30インチかなりゴールデンサイズの1本かなと思います。サイズハマる方はぜひおすすめです。お値段が 12,800 円と消費税です。続きましてヴィンテージのベストをご紹介いたします。こちらサイズ表記が40ですね。年代でいうと50年代頃のものなんですけどものなんですかね。でフロント、ボタンで留められる仕様になってて、でこれ2連になってるのかっこいいですね。でディティールも、ポケットもあってこちらの方にも、若干ハンティングっぽいような仕様になっているかなと思います。で後ろはシンプルなデザインですね。パーカーの上とかに羽織ってちょっと今っぽく、ファッションに落とし込んでみてもいいヴィンテージかなと思います。でこちら、サイズ40で自分がゆったり着用できます。僕だと全然パーカーのメーカーでも余裕で着用できそうですね。お値段が、7800円と消費税です。続きまして、ヴィンテージのオーバーオールですね。こちら、ボタンもしっかり、残っておりますね。で年代でいうと40年代頃の、個体なんですかね。デニム自体も、縦落ちがびっしり綺麗に入っていて、この、トップフライはドーナツボタンが使われています。で後ろも、いい縦落ちといい色してるかなと思います。で、レングスなんですけれども、もしかして上がっちゃってるかなと思います。ですが、当たりも、結構出てき始めていてこれからもっと当たりが出てきてくれれば、ボディにどんどん馴染んできてくれるかなと思います。でこちらのオーバーオールいいのが実寸のサイズですね。ウエスト38インチのレングスが31インチです。だいたい、これだと普段のデニムでウエストが35インチくらいでレングスが29インチくらいでジャストサイズの方が履くといいサイズで履けると思います。もちろん大きめに履いてもオーバーオール可愛らしいと思います。いいですね。デニムコンディションもまだまだ着用していけそうです。3040年代頃のオーバーオール、お値段が 49,800 円と消費税です。でこちら、Z2 のカバーオールですね。タグもしっかり残ってます。サイズが38ロングですね。
で、この斜めにジッパーが入ってこのポケットとかもたくさんあって、ディティールとしてはかなりもうミリタリーらしくて、いいのかなと思います。用途としてはフライト用だったんですかね。ジッパーは、コンマーのジッパー使っていたり、しっかり、古いミリタリーのアイテムになっております。でこちら、サイドに、こういう感じで、メカの紐もついております。コンディションとしては、着用自体はまだまだできるかなと思いますし、お部屋のディスプレイとかにしていただいてもかなりインパクトがあって雰囲気はかなりいいんじゃないですかね。サイズも大きいですし、壁に、飾るだけでも、かっこいいかなと思います。38のロングですね。自分だとちょっと大きいですが、自分より10センチくらい背の高い方でしたらサイズいい感じで、着用いただけるかなと思います。お値段がこちらお安めです。29,800円と消費税です。続きましてヴィンテージのショールのカーディガンですね。で色味がベージュです。タグは、ちょっと欠損しちゃっておりますね。ちょっと切れちゃってます。40年代くらいのものですかね。襟がショールカラーで、ネイビーのラインが入っております。でフロントにワッペンが貼られていますね。ワッペンもいいですね。でポケットも、しっかりこのポケットに入り口の部分結構補正とか着やすいかなと思うんですけれども、全然無事ですね。でボタンが一番下のボタンだけ、ちょっと変えられちゃっておりますが、色味も合っているので、かなり目立つというようなわけではないですね。で 裏面の、状態はこんな感じです。ところどころこういう感じでほつれ等があったりはしますが、この年代のショールのウールのカーディガン、の中で比較的状態はいい方かなと思います。でこちら、実寸、自分だと結構ジャストサイズから気持ちゆったりするくらいのサイズ感かなと思います。ちょっとこの年代だとアームとかも細めなので、僕とかで、気持ちゆったりするくらいのサイズになるかなと思います。コンディションがいい40年代のカーディガンですね。お値段お安めかなと思います。39,800円と消費税です。続きまして、リーバイスの、501を、ご紹介いたします。501のビッグイですね。501のパッチしっかり残ってます。こちら S タイプですね。で、ウエスト29インチのレングスも29インチ表記です。当然赤タブはビッグイのポケット裏はシングルステッチで、こちら、ウエストは、シングルじゃなくてチェーンステッチで縫われているんですけれども、ボタン裏は6番です。しっかりタイプものになっておりますね。で、色まだまだ濃いですし、このヒゲとかもうっすら出てき始めてて、このピンキトミの雰囲気、かなりいいかなと思います。雰囲気は極上ですね。で裾の部分がですね、おそらく当時の方ですかね、ちょっとカットオフされちゃってます。29インチでカットオフされてて、こちら実寸で、レングスは27インチくらいになっております。で裏面もですね、ちょっとペンキが裏面にまで差し掛かっていたり、これいいのが蜂の巣がもうこの段階でもう結構出てるんですよね。これからも履き込んでいただければもっと、メリハリのいい蜂の巣、作れるかなと思います。でこちら実寸がウエスト29インチの27インチですね。自分がウエストジャストサイズくらいで、ハイカットのコンバースだったり、ちょっと、ソックス、柄入ってるものとか合わせていただければ、ちょっとソックスを見せるようなコーディネートとかでかなり使えるかなと思います。オリジナルのリングスが、当然やっぱりいいとは思うんですけども、お値段もお安めですし、そのコーディネートによってはこのカットオフされてる方が、全体的にバランス整う場合とかも全然ありますので、この色味と雰囲気、極上の501の S タイプ、サイズ合う方本当におすすめです。お値段の方ですが、こちら79,800円と消費税です。お安いと思います。本日の商品紹介は以上になります。まだまだベースだったりウェブストアにもいい商品たくさん掲載しておりますので、皆さんご確認の方よろしくお願いいたします。